彼女は物心ついた時からずっと母親との二人暮らしだった。両親は彼女が生まれて間もなく離婚したようだったが、一度も彼女に会いに来ようともしない父親にはいつしか彼女自身も会いたいとは思わなくなっていった。もちろん父親がどこかで生きているという話を初めて聞いた時には、一度会って話してみたいとは思ったらしいが、それ以上に母親が彼女に注いでくれる愛情で心はいつも満たされていたらしく、寂しいと思ったことはなかった。離婚の理由は聞かせてもらえなかったが、不思議なことに彼女の母親は働くこともなく、いつも彼女のそばにいてくれた。それでいて、いつも母親は彼女と外食に行ったり、綺麗な洋服を買ったりしてくれた。誕生日やクリスマスなど何かのイベントの際には、必ず彼女がびっくりしてしまうような高価なプレゼントも送ってくれた。だから彼女は、きっと母親はもともと実家がお金持ちなのか、もしくは離婚の際に父親から多額の慰謝料をもらったのではないかと思っていた。いつも学校から帰宅すると母親が出迎えてくれた。優しい笑顔で抱きしめてくれたし、学校での出来事もしっかりと聞いてくれた。美味しい手作りのお菓子と料理、お風呂に入るのも一緒だったし、中学生までは寝る時も同じベッドだった。そしてそれが彼女にとっての当たり前の日常になっていった。だから彼女でたまに話す相手はいたが、一緒に遊んだり悩みを聞いてもらう友達もいなかった。いや、必要なかったと言った方がいいのかもしれない。そんな親友のような役割は母親が全て担ってくれていたのだから。しかしそんな当たり前の生活は一気に変わっていってしまった。母親が病気になり入院することになったから。母親は1年のほとんどを入院している病院で過ごした。それでも彼女自身は母親の病気がいつか完治すると信じて、毎日病院へと通い続けた。そして彼女が社会人になって2年目のある日、会社で働いている彼女のもとに母親の危篤の知らせが入った。取るものもとりあえず彼女は病院へ向かった。しかし彼女の到着を待たずして、母親は孤独に他界してしまった。彼女の悲しみは本当に計り知れないものだったのだろう。遺体安置所でも葬儀会場でも彼女は気が狂ったように泣き続けた。そして全てが終わり、骨壺と一緒に帰宅してからは、彼女は何も食べず何も話さず、生きた屍のように骨壺を抱いて部屋の隅で固まっていた。もう涙は出なかったが、その代わりに生気というものは一切感じられない様相を呈していく。親戚の誰もが、彼女が母親の後を追って自殺してしまうのではないかと思い、できるだけ彼女に聞いてきてくれたが、何を聞いても何の反応もなく、心配は募るばかりだった。だがそんなある日、彼女の様子が一変した。ずっと休んでいた仕事にも復帰し、親戚が訪ねてきても明るく対応するようになった。一体何があったのかと聞く親戚たちに、彼女は嬉しそうにこう返してきたという。ママがね、戻ってきてくれたの。これからもずっとそばにいてくれるの。と。そんなバカなことがあるはずがないからと、彼女をいさめようとする親戚たちの前で
怪異は起こった。物が親戚めがけて突然飛んできたり、家の中を歩き回る足音も確かに聞こえてきた。家がガタガタと揺れ、不気味なささやき声まではっきりと聞こえてきた。その時点で親戚の一人で人づてに富山の住職を頼ってきた。そして実際に彼女に会いに家へと向かった住職だったが、その途中で事故に遭い、車が廃車になってしまう。住職自身に怪我はなかったが、それでもそのことでその事案が自分の手に余るものだと住職は判断したようだ。そしていつものように知り合いの霊能者の A さんへと依頼が回ってきた。俺の依頼は面倒くさそうに対応する A さんだが、住職の依頼にはなぜかしっかりと対応するのだった。そして運転手として俺を同伴させて現地へと向かった A さんは、その家に入るなり勝手に家の中を歩き回る。そして最後に彼女の前に座ってじっと彼女の顔を見つめた。すると彼女は突然 A さんに向かって大声を上げた。あんた何なの？ママが怖がってるじゃないの。早く出て行きなさいよ。と。それを静かに聞いていた A さんはしばらく考え込んだ後、彼女に向かって、あのさ、今、幸せなんだ。と聞いた。彼女は大きくうなずいてみせる。しかし俺にはその彼女が悪霊に取りつかれ、精気を吸い取られ、ボロボロに痩せ細っているようにしか見えなかった。しかし A さんは、そっか、わかった。そう言って立ち上がると、俺の背後へと視線を向けた。そこにはまさに亡霊としか表現できないほどのおぞましい姿の女が、恨めしそうに俺と A さんをにらみつけていた。こんな母親がいるはずがなかった。どう考えてもかなり古い時代の亡霊にしか俺には見えなかった。その姿に一瞬ビクッとなって思わず後ずさりしてしまった俺の横を通り過ぎて、A さんはその女のすぐ近くへと歩み寄った。そして A さんはその女の顔のすぐ近くで何かを囁いたかと思うと、そのまま玄関の方へと歩き出した。慌てて後を追いかける俺。そして車に乗ってから俺は A さんに聞いてみた。あのさ、今回は出直しなの？とりあえず作戦を立て直して出直すんだよね。と。すると A さんは、え？いや、今回はあれで全て終わりですけど、何か問題ありますか？と逆に聞いてくる。あのさ、あのままじゃ彼女の命が危ないんじゃないの？助けてあげなきゃいけないんじゃないの？と返すと、あのですね、彼女は今幸せなんだそうです。たとえあんな姿の女の霊でも、彼女には母親に見えてるんですよ。母親が死んで絶望していた彼女が生きる気力を持ち得たんです。原因はともかくとして、それに人の幸せなんて人それぞれだと思います。その人の置かれている状況や生い立ちにもよって。だから彼女が今、幸せを感じられて生きる気力も持てているのなら、私にはできることはありませんね。彼女に対して。このままにしておくのが一番いいのかもしれません。と返してきた。だから俺は、いや、ちょっと待ってよ。
それじゃあ彼女はあの女の亡霊に取り憑かれたまま生きていくっていうこと？それって危険なんじゃないの？今だってあんなに痩せ細っているのに。このままじゃ精気を全て吸い取られて死んじゃうんじゃないの？と返すと A さんは、だから言ってるじゃないですか、彼女に対してできることはないって。あの女の霊にはしっかりと脅しをかけておきましたから。このまま精気を吸い取って殺したりしたら容赦しないぞって。取り付いた責任として少しでも彼女が明るく生きられるようにしっかりと母親役を演じ続けろよって。まあ他にも言いましたけど忘れました。そう言っていた。ちなみにその後彼女は食欲も出て元気が戻り、普通に生活ができるようになったそうだ。きっとあの女の亡霊がしっかりと母親役を務めているということなのだろう。そうなると気になるのは、あれだけの亡霊にしっかりと約束を守らせるために A さんがどんな脅し文句を言ったのかということなのだが、まあきっとここには書けないようなひどい脅し文句を言ったということだけは容易に想像できるのだが。